はいどうもこんにちは、カジマックです。お盆明けで忙しくてちょっと遅くなりましたと言ってもお待ちになっている方は少ないかと思いますけど、僕が早く開けたかったフリーテル極み2プラスワンマーケティングが最後に手掛けたフラッグシップ機となります。とはいえ正直ネット上の声を聞くと賛否大きく分かれているイメージ、実際のところがどうなのか早速開けていきますね。箱の外観はこんな感じ。いやさすがにちょっとお金かかってそうな黒箱に金文字、ゴージャス、はい、ごく、あ、いやいや極みです、極み、ちょっといかつい気もするんですけど開けてみます。箱の開けづらさも極まってます。はい、それではいきますよ、せーの、オープン。はい、こんな感じ。いやでも意外と端末自体は可愛いですよね。はい、それではいきますよ、せーの、きたー、さすが 5.7 インチ、僕史上最大のディスプレイを搭載したスマホです。といってもサイズは 157.2×77.5×7.2mm、 重さは 168g なんで、いや全然重く感じません。とはいえやっぱりでかいんで僕的にスマホリングは必須です。で特徴的なのはこのフリーテルボタン、はい、クリック感もあります。指紋認証の他にいくつかのアクションにも対応してます。はい、これわかりますかね、このエッジ部分も結構美しいんですけど、はい、何枚か写真撮ってみます。はい、こんな感じ。っていうかそうっすよね、これなんか懐かしい気がすると思ってたら初代サムライレイにそっくり、まんま大きくしたみたいなイメージです。背面はこんな感じ、フリーテルロゴが入ってます。で上部にイヤホンジャック、向かって左側にシムスロット、ナノナノのデュアルスロット、しかもデュアルシム、デュアルスタンバイ、ちなみに外部ストレージは非対応、 SD カードは入りません。向かって右側には電源ボリュームボタン、そして底面、はい、僕にとって初めての USB Type-C、 いやまさかのフリーテルスマホで Type-C デビューです。はい、電源つきますかね、スイッチオン。え、マジっすか、いやこれ感染放電っすか。はい、ちょっと不安を抱えつつ付属品見ていきます。まずシムピン、スタートアップガイドに保証書、そしてなんかこんな紙に取扱説明書、そして充電器とケーブルで以上。まさかの完全放電。いやこれだいぶ古い在庫品ということですよね。今まで結構古いセール品を買ったこともあるんですけど、こんなのは初めてです。ちょっと充電待ちます。はい、あれから30分ほど充電しました。はい、それでは電源入れていきますよ。せーの、オン。きたー。懐かしいアニメーション来ました。それではサクッと設定してみます。はい、設定が終わりました。にしてもこのディスプレイめっちゃ綺麗です。はい、これ伝わりますかね。それではざっくり説明だけしておきます。今回ご紹介しているフリーテル極み2、発売日は2016年12月22日、当時 49,800円で販売開始されました。その価格が安いのか高いのかともかく、当時こいつのスペックにはかなり驚かされました。さっきもちょっと言ったんですけど、ディスプレイがめちゃめちゃ綺麗、
解像度は WQHD の 5.7 インチスーパー有機 EL ディスプレイを搭載。いや確かに綺麗なはずです。いや確かに綺麗なはずです。いや確かに綺麗なはずです。そして未だに他の端末でも聞かないですよね。 CPU はなんとメディアテックヘリオ X20、 10コア 64bit。 10コアっすよ、10コア。正直どれだけの性能か僕は分かってないんですけど、いやなんかすごいっすよね。そしてアウトカメラが1600万画素、インカメラが800万画素。手ブレ補正やシャッター音のオンオフもついてます。格安スマホにとって本当カメラがネックになるケースが多いんですけど、極み2はそのあたりも頑張ったっていうことですよね。説明欄に製品リンク貼っておきますんで、詳しくはそちらをご覧になってみてください。とはいえいいことばかりじゃない極み2。 OS バージョンは Android 6.0、 実は 7.0 までアップデートを約束されていたにもかかわらず、それは果たされていません。せっかくの大画面なのに基本的にマルチウィンドウ使えないんすよ。そしてさっきちょっと焦ったみたいに初期不良も結構多いそうで、発売当時は不具合もたくさんあったみたいです。とりあえずこれからしばらく使って試してみたいと思います。それではさらに設定して、あといくつかサクッとご紹介して今日は終わります。メモリの状態はこんな感じ。内部ストレージの空き容量は初期状態で 53.26GB、 指紋認証はこんな感じ。 CPU-Z を見てみるとこんな感じ。はい、これ10コアあると言ってもその用途によって使うコアを分けてるそうです。はい、こういう結果になりました。っていうかね、ベンチマーク測ってる最中にガンガンアップデート入っちゃったんで、ちょっとこの数字は怪しいです。本当は取り直したいところなんですけど、バレました。はい、どうでしょうか。正直今のところ前評判ほど悪くは感じません。ぬるさくで画面も綺麗で結構いい感じ。そんなフリーテル極み2、今日現在 Amazon さんでの価格はこんな感じ。もっと他で安い可能性もあるんで、ぜひチェックしてみてください。と言ってもやっぱりおすすめはしません。今のところはやっぱりはっきりとした目的ありきでの導入をしないと、危険な端末ではあるし過剰な期待は禁物です。でも僕が家で使う程度、ネットショッピングや SNS、 それぐらいなら十分じゃないかと感じました。ただやっぱり惜しいのは OS バージョン 7.0 まで来てくれたらよかったんですけど、まあもうまずないですよね。またしばらく使ってみて気になることが出てきたら動画にしたいと思います。ということで今回セールでめちゃめちゃ安くなってたんで、久々にフリーテルスマホ極み2買ってみたっていう動画でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。